じゃん、これね、前回ゲットした日本カナヒビくんです。でこれね、パッと見たら、ね、本物みたいでちょっと焦るんで、おお逃げたかみたいなお前これ逃げたかみたいな、ちょっと焦るんだけれども、めちゃめちゃ可愛いっていうね。見てこの可愛さ、この顔やばくね。でもね、俺が欲しいのはね、この日本ヤモリの捕食なんだよね。捕食ガクってるところが欲しいんだけれども、なかなか当たんなくて、今回はねこれが当たったんだよね。青カナヘビの、多分ねこれは見えないけど、多分青カナヘビのメスかな、多分メスだと思う。青カナヘビのメスが当たったってことで、早速あげようかな。いやでもこれはこれで嬉しいんだけどね、すごい。よっしゃー、いやこれ全部揃えたいね。ぜひともね、ぜひとも。できればストラップじゃなくてこっちの方がいいな。こっちの方が可愛いんだよね、これペタってくっつけることができるから、マグネットで上の方にね、あえてすげえ可愛くない、こうやってくっつけるの。そういうことで、早速カナヘビくん開けようかな。よいしょ、おいやいや、テープごとね引きちぎるっていうこと。おい、お、これストラップだ、ストラップバージョンだ。これどっちだ、メスかオスか。あ、メスだ、やっぱメスだね。こっちの方だ、青カナヘビのメス、メスバージョン当たったね。おお、すげえ、ストラップか。いや本物見て、マジでほら見て、すっげえ、マジ超リアルだよ、ほら。しかもストラップバージョンすげえかわいいな、おい、ストラップバージョンだ、やったね、嬉しい。いやでもマグネットの方が良かったけど、まあストラップバージョンでも全然 OK かな、可愛いからね、ストラップバージョンでも。おお、尻尾なのがいい感じじゃないですか。でもな、捕食欲しいんだよね、この捕食くん、ガクっていう日本ヤモリくんが欲しいんだけれどもね。ということで今回はね、この青カナヘビのメスくん、メスくんでした。まあメスなのにくんっておかしいか、メスちゃんでした、メスちゃん、青カナヘビのメス。ということで次回こそはこの日本ヤモリの捕食でお会いしましょう。いやなんとかね、このシーンはね、これすっげーかわいくね、マグネットバージョンが欲しいんで、ここにつけたい、ペタって捕食捕食この辺につけたい、めっちゃ欲しいねこれね。うん、ということでまた次回、今回はこの青カナヘビメスでした。うん、でもこれはこれですごい可愛いからね、どこに飾っとこう。ストラップはここにかけとこうか、ほら、こんな感じでいいね。